前の動画で書いた、プラテオサウルスの習性です。前肢の爪、背中の謎の物体、胸、胴の太さ、尻尾の太さなど、直すところいっぱいです。絵描き系、YouTuber の人たちは、描いた後の絵、どうしてんのかな？恐竜祭りは、投稿後も、描き直しや修正します。投稿は手段。目的は描くこと。投稿すると、モチベーションが上がるのよ。見てくれる、皆さんのおかげです。モチベーションの上がった勢いで修正しています。修正した鉛筆画は、ブログで共有解説に使用しています。よろしかったら、ブログも覗いてみてください。見てくれて、どうも、ありがとう。まったねー。